ワゴンRスマイル高速燃費行きました。50キロ行きましたが、リッター 27.5、 これは相当いいですね。このワゴンRスマイルも実はですね、価格、車両価格も含める燃費でいうと、もしやアルトのハイブリッドにも並ぶんじゃないかなと。皆さんおはようございます。コージー TV、 今回の一般道ならぬ高速50キロぐらいかな、燃費テストは新型というか、もう新型ではないんですけど、去年出たワゴンRスマイルです。宿命のライバルともいえるムーブキャンバスが2台目にチェンジするので、その試乗会に向かうんですが、せっかくなのでこの格好の好敵手ライバルでですね、燃費テストをしたいと思っておりますが、今日はね、ラッキーっちゃラッキーなんですけど、待望のというか真夏の猛暑日燃費テストは残念ながら雨降りました。一気にこれ気温ね、相当涼しいですよ。ちょっとね、これもうリセットしてたんですけど、26度、まあ暑いっちゃ暑いんですけど涼しい。これでまずはちょっと高速で千葉に向かいたいと思っております。でですね、まずファーストインプレッションなんですけども、これハイブリッド X で、マイルドハイブリッドがついていてですね、馬力的には、60馬力ない、49馬力に58ニュートンというですね、まあ、ある種ライバルよりもあえてトルクとパワーを下げた仕様にしていて、というのもこれね、スズキ独自のマイルドハイブリッドを追加して、それを補ってですね、バランスよくなるように仕立ててあるので、あえてエンジンパワー、トルクは抑えてあるんですよね。ただしその分ね、燃費が非常に良くて、リッター25キロ台で、今日エアコン、そうね、25度設定にしました。発進はすごい速いわけではないが、本当にですね、バランス良い、今時の軽自動車としてね、過不足な加速をしてくれます。で、乗り心地はこれね、ハーテクトというスズキ自慢の軽量光合成プラットも使っていて、それなりのしっかり感があるんですけども、お座りポジ的にはちょっと剛性、特にね、突き上げちょっとガンと下から入った振動なんですけど、ちょっと残る傾向があります。あとステアリングフィールもですね、もうちょっとあるといいなというところあってですね、これですね、まあ、ダイハツの新しい新型 DMGA っていうプラトンも結局やっぱり軽さを結構追求していて、小沢浩二的に今ね、走りの質感とか乗り心地の上質さでいうと、やっぱりホンダのプラットフォーム、ホンダ Nbox のプラトンがちょっと首一つ抜きに出ていて、その下にスズキハーテクと、さらにダイハツの DMGA が続くという感じで、今回のスマイルもそのような感じです。ただしね、その分ね、車重が軽くて、このクラスだとマイルドハイブリッドつけても、まあ、スズキぐらいのもんなんで、なんとこれね、全高 1.7 メートル弱なのに対し、WLTC モード燃費が 25.1 ってね、ぶっちぎりでいいんですよ。これライバルに比べて3リッター3ぐらいはいいので、これね、素晴らしいですよね、この燃費の良さ。で、それはね、軽さで、これ FF モデルのボディが、車重がですね、870キロで、四駆でも920キロ、四駆でも920キロで、まあ、ほぼね、FF がまあ基本ではあるので、まあ、FF の基本のボディだと900キロを切る。これにマイルドハイブリッドつけて、リッター25っていうのはすごくて、そう、まだ3キロか。まだ3キロですね。実はこのスズキのマイルドハイブリッドね、発進加速は滑らかなんですけども、こうやってちょっとスピードを落としていて、止まる寸前に再び加速するような時に、ちょっとね、モーターが急激に入って、トルクが急激に入ってギクシャクするところがあって、そこが唯一残念ですかね。燃費とパワー感はなかなかやっぱり特に出足をサポートをモーターでしてくれて良いんですけども、そこが時々ごく低速でギクシャク感が出る時があります。そこが唯一残念。今5キロ行きましたが、最初の5キロ燃費がちょっとね意外で 19.4。 これ気温27と涼しい割に、これはねちょっと意外で、これね、昨日借り出した時は気温36度を超えてたんですけど、
その時ね、リッター21いきなり行ったんですよ。さすがだなと思ったんですけど、これね、多分ね、充電状態が悪かったんでしょうね。で、今回は距離12キロの時点で首都高に入って、こっから約40キロ先の木更津を目指します。スマイル、今ね、距離20キロ行って、高速行ってからまだ10キロも走ってないんですけど、リッター 23.3、 やっぱりね、あの高速に入る頃、だいたい12キロ過ぎた時点、だいたいリッター21ぐらいには行ってたんですけど、これやっぱりね、今ね、あとね、涼しいんですよ。夏とは思えないほど涼しくて、この空気の涼しさもあって燃費は相当いいな。これね、これはまあある種ライバルのあのムーブキャンバスを確実に超えるな。これ相当燃費いいです。あと街中ではね、もうちょっと剛性感あるといいなと思った、このハーテクトの鈴木のプラットフォームなんですけど、これやっぱ高速いいですね。思ったよりも乗り心地がバタつかなくて安定しているのと、あとね、静かなんですよ。まあ周り工業地帯だし、今トラック周り走ってるのもあるけど、あんまりうるさいノイズが聞こえてこない。思ったより上質だし、今ね、距離21キロでリッター24行きました。見えますか？びっくり。距離25キロ過ぎた、26キロぐらいで今25.2、 モード燃費 WLTC モード燃費超えました。今ねだいたい80キロぐらい、時速80キロぐらい走っていて、しかも気温が26度と夏場にしては低いこともあって、しかも夏場なんて暖気運転ほとんどかかんないで、これは相当効率いいです。これは条件がいいとはいえ、そうスマイルね、やっぱり背が低い、僕が普段乗ってる NBOX なんかに比べてやっぱりね、10センチ近く低いこともあって、やっぱ高速の安定度も高いし、燃費こんだけいいと、ちょっと背が低めなスライドドア系ってね、やっぱりいいですね。効率的には本当に十分だし、実際乗る分にはあの頭上の広さもこれでも広いので、これの方がリーズナブルだというか、効率的なスライドドア軽自動車という気はしますね。で、今距離30行きましたが、ワゴン R スマイル高速燃費やばいっす。リッター 26.7、 今スピードがね80キロ前後で、しかも気温が27度って、もう最高の、ほぼ最高、まあ、春の方がもっといいですけど、夏場にしては最高の環境もあって、リッター27行っちゃった。うわ、今ではゴンアルスマイル距離40キロ超えましたが、いや、やばい。これはね、ほんとアルトハイブリッド、マイルドハイブリッドに迫るリッター27キロ。これアクアライン一度下ってもう一回登ったんで、それなりに結構上りにエネルギーは使ってるはずなんですけど、やっぱりこれ燃費相当いい。時速80キロ前後というかなり燃費に向いたスピードで、しかも気温28度27度、まあ涼しい、夏にしては涼しいっていうのもあるんですけど、この低燃費性能はワゴン R スマイル本物ですよ。やっぱりね、これね、鈴木独自の軽量プラットフォームで870キロ900キロないっていうのと、前後が 1.7 メートル切って、やっぱ NBOX は背が高くないので、この両側スライドの利便性を持って、この燃費性っていうのは相当素晴らしいと見ていいと思います。で、先進安全もですね、今や鈴木セーフティーサポートにこのハイブリッドの X だとオートクルーズは付けられます。で、今定常で78キロ77キロ走行してるんですけども、まあ唯一ね、レーンキープアシストが付けられないっていうのが欠点ですけど、この低燃費性は含めて高速ね、意外と静かだし、乗り心地フラットだし、これある意味 NBOX 超えてる部分あるかもしれないですね。この燃費の良さとか走りの静かさ含めると、このセミスーパーハイトとも言うべき 1.7 メートル切り両側スライドドアのスマイル、これね、しかもスズキのマイルドハイブリッドと合わせると燃費は結構爆発的ですね。行きました、50キロ行きましたが、リッター 27.5!
これは相当相当いいですね。まあ気温が良くて高速のスピードも時速80キロぐらいっていうのもあるんですけど、ワゴン R じゃなくてアルトのハイブリッドが、WLTC モデル 27.7 でこれが 25.1 ですけど、2キロぐらい落ちるんですけど、あちらが高速で、ね、確かにねリッター29 30弱ぐらいいったんですけど、これまさにそのマイナス2ぐらいでリッター 27.5 で、けどこれ両側スライドドアで高さ低めとはいえ 1.69 ほぼ 1.7 メートルあることを考えると、利便性を考えるとこれ新たなるコスパ燃費最高かかもしれないです。今ワゴン R スマイルのハイブリッド X で高速降りてトータル55キロ走って、そのうち高速で43キロか走った時点での燃費がですね、結構びっくりの、こんなにいいんだ。リッター 27.8 ですよ。これモード燃費が 25.1 なんで、それより 2.7 キロいくて、これねアルトのハイブリッドが高速でリッター27いったんですけど、あちらモード燃費が 27.7 で、もちろんさらに軽量でね、しかもマイルドハイブリッド同じものついてるんで、いいとはいえこちらの方が両側スライドドアで便利で、前高も 1.7 メートル弱あることを考えると、利便性を考えたコスパ燃費ではこれ最高、世界最高レベルじゃないですかね。価格もこれ一番安いやつが130万円で、ハイブリッドの X で160万円ぐらいなんですよ。まあアルトより高いですけど、140万円台でハイブリッドの S が買えるので、これは相当な安さと燃費ですね。質感も悪くない。あると正直走りもちょっと軽くてね、乗り味もそんなに良くなかったんで、このワゴン R スマイルやっぱりもっともっと見直されてもいい、軽自動車の意外とど真ん中にいてもおかしくない車かもしれないですね。でもこの燃費性能はちょっと予想を超えてましたね。びっくりしました。